2P 側チャンピオンサラ、1P 側チャレンジャーデブリ、どんな戦いになるのか。第1ラウンドが始まった。投げていくか、起き上がりに重ねていく。投げやすかった、下げてから後ろに下がった、受け身を取る、投げていった、追い打ち、いいですよ。そうだ、ここまでどうです。 2P 側のプレイヤーですが、投げがよく決まって相手の攻め手を封じてましたよね。なるほど、これで安心しないで慎重に行くべきでしょうね。なるほど、1ダブルジョイント、カウンターヒット、さあ体力が全く、おっ、いざ、ここからどうする。うまい、下げて、1決まった。セットカウントは0対2。さあ続けて2本選手、いやー、ワンピーは後がないですよ。第3ラウンドスタート。ライジングハンマー、肩を打つ、一方的だ、決まった。セットカウントは1対2。ジェフリー、一本取り返した。巻き返しを図りたいですね。ファイト4、レディー、第4ラウンドが始まりました。ここからどうする。さあ距離を取った、スラッシュ、起き上がりに重ねた、これもヒット、 KO。 セットカウントは2対2。ジェフリー、一気に余裕ができたか。さあ最終ラウンドですよ。レディーゴー、ファイナルラウンドスタート。肘ダブルジョイント、ライジングハンマー、きっちり当てていく、スプラッシュ、エクセレント。劇的なシーンで幕を閉じてしまいましたが、いいものを見せてもらいました。ジェフリー勝利しました。